注目される再生医療、信州大学ではどのような治療や研究が行われているんでしょうか。失礼します。池田教授でいらっしゃいますか。そうです。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。再生医療について今日はぜひお話をたっぷりと伺わせていただきたいと思います。わ、かりました。はい、お願いいたします。医学部循環器内科の池田宇一教授、長野市出身で高校時代に医師を志しました。血管の病気で足を切断せざるを得ない患者を何とか救いたいと再生医療の研究を続けてきました。心臓や血管の病気というのは日本人には増えているんですか。そうですね、心臓病の代表的なものはその動脈硬化による病気なんですね。で、まあ、動脈硬化というのは年を取るとどうしても誰でも起こす病気なんですけども、まあ、それに加えて、まあ、動脈硬化を増強させる促進する因子としていろいろあります。例えばタバコとか糖尿病とか高血圧とか、あとはコレステロールとかですね、まあ、そういった危険因子がありまして、やはり最近日本人というのは、まあ、生活ライフスタイルが欧米化されてきて、食事内容も変わってきましたので、そういった糖尿病とかコレステロールが高いとか、まあ、そういう方が増えてきましたので、まあ、非常に、増えてきた病気ですね。もう年齢だけではなくて様々な世代でやっぱり増えてるんですか。そうですね、非常に有名な言葉で、人は血管とともに老いるという言葉なんですね。実は我々の血管というのは、まあ、生まれた時が一番若くて、まあ、それから子供の時を含めてどん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 年齢とともに動脈硬化、血管に、まあ、いろんな油とかそういうのが溜まってきて、固く血管が固く狭くなってくるんですね。その慣れの果てが動脈硬化による病気で、代表的なのはですね3つありまして、1つは脳卒中という頭の血管が詰まる病気です。2番目が心筋梗塞という心臓の血管が詰まる病気ですね。もう1つは手足、特に足が中心ですけども、足の血管が詰まってきます、閉塞性動脈硬化症という病気です。閉塞性動脈硬化症、動脈硬化が原因で発症し手足の血管が詰まる病気です。悪化すると手足を切断せざるを得ないこともあります。閉塞性動脈硬化症患者の足の血管の様子です。この方の場合見てみますと、ずっと血管ありますけど、ちょうどこの付近からこの領域ですね、ちょうど膝の少し上から、まあ、膝にかけて血管が完全に詰まってしまってます。見えないですよね。まあ、4段階あるんですね。 1,2,3,4 とですね、まあ、1段というのは一番軽い足の血管が詰まっているんですけども、まだ症状がない場合です。無症状だったり、場合によっては足が冷たいとか痺れるといった症状ですね、まあ、その動脈の病変が進んできますと、今度は間欠性跛行といいますけども、歩くともう足が張ってきて痛くなってくる、うん、で休むと治って、また歩き始めるとある程度の距離を歩くと足が痛くなってくる、うん、まあ、こういった症状が出てきます。まあ、さらに進行いたしますと安静時にも足が痛くなってきますし、まあ、最終的には足がこういう潰瘍やエソ腐ってきまして、うん、まあ、足の切断をですねこの場合になってきますと余儀なくされます。この病気はどういう人がなりやすいんですか。これはもともと動脈硬化ということで、お年寄りに起きやすい病気ですけども、まあ、それを促進する因子というのが知られています。まあ、2大促進因子としては、1つはタバコを吸うということ、まあ、もう1つは糖尿病があるということですね。まあ、この2つがあると非常にこの閉塞性動脈硬化症になりやすくなります。まあ、その他の危険因子としてはコレステロールが高いとか血圧が高いとかですね、こういったことも危険因子になります。脳卒中や心筋梗塞の危険種と大体一緒ですね。患者の足を切断せずに済む治療、それが池田教授が研究を重ねた血管再生医療です。ひどくなるとカテーテル治療とかバイパス治療をするわけですけども、まあ、そういった治療で対応できなくて足を切断する人が何人もですねおりました。まあ、そういった方の足を
救うためにはですね、まあ、従来の治療では限界ありまして、新しい治療をしようということで、まあ、再生治療にですねかけたわけです。再生医療とはどんな医療なんでしょうか。一言で言いますと、怪我とか病気で組織臓器が失われたところに対して再生する能力のある細胞を使って治療するのが再生医療ということになります。先生はどのような方法で再生医療を行っているんでしょうか。実は我々の体というのは一つの細胞からできてきたんですね。それは受精卵という精子と卵子から合体してできた受精卵という一つの細胞から全てのこのパーツという言い方がいいかどうか分かりませんけども、目にしても歯にしても心臓にしても一つの細胞から全部出てできたんですね。当たり前のことですけど、なんかそう言われると確かに不思議な感じしますよね。でその赤ちゃんの時または胎児の時はそういった細胞がいっぱいあっていろんな臓器に変わってるわけですけども、うん、我々成人にもですね、それに近い細胞が実は残ってるということが最近分かってきたわけです。はい。その再生能力ある細胞、幹細胞って言うんですね。幹の細胞って書いて、はい、幹細胞って我々呼んでますけど、その細胞を取ってきて、それを移植する。そうしますと自分の細胞から自分の組織を作りますので、いろんな面のですね、障害副作用等も含めてありませんので、もうすぐ臨床にですね応用できるわけです。ですから我々その耐性幹細胞って言いますけど、自分が現在持ってる組織から幹細胞、幹の細胞を取ってきて移植する治療を行ってます。どんなケースで使われるんですか。一般的にですね、閉塞性動脈硬化症の治療というのは、はい、その原因となる危険因子、例えばタバコとかですね、糖尿病、こういったものに対して治療をします。でさらに血液をサラサラにするお薬を飲んでもらいます。それでも足が痛いとか足がだんだん腐ってきそうになりましたら、カテーテルという細い管を入れて狭いところを広げる治療とか、あとバイパス手術という手術を行います。そういった治療をしてもですね、なかなか効果が得られない方がおりまして、そういう方に対してですね、血管再生医療をやってます。実はそれをしないとですね、足の切断ということになりまして、今我が国では年間3000人ぐらいの方がですね足を切断しています。そういった方の足を救おうというのがこの血管再生医療です。なるほど。治療ではまず患者の腰から骨髄液を採取し、血管になる能力を持つ幹細胞を多く含む成分を分離します。そして血管を再生したい場所に注射すると、新たな血管ができてくるのです。どのような仕組みで血管というのは再生するんですか。骨髄細胞というのは、血管のみならず、いろんな細胞に分化するんですね。神経だとか脳のいろんな細胞だとか、あとは、骨だとか肝臓だとかですね、いろんな細胞に分化します。で我々はそのうち血管に分化する細胞を取ってきまして、それを移植します。ですから取ってきた骨髄細胞が、血管に変わるということですね。もう一つ実は基準がありまして、入れてる骨髄細胞というのはいろんな栄養素を出してくれるんですね。そうすると移植した先の既存の今まである血管に対してもですね、非常にいろんな栄養素を与えますので元気になってくるという、その2つの、自分自身が血管に変わるというのと、移植した植えた周辺 の、 細胞の血管が非常に元気になるという2つのメカニズム、基準で血管が作られてきます。こちらは血管再生治療を行った患者の足です。移植して半年後にはかなり改善し、1年後には症状がほとんど消えました。信州大学では何例ぐらいされてるんですか、これまで。足に関しては30例ぐらいですけども、日本全体でいくとおそらく1000例を超えてると思います。で、我々これ10年ほど前に始めましたけど、もう世界中でですねこの治療が始まっています。先日私中国へ行ってきたんですけど、その時行った病院ではですね、その施設だけでもう数百例以上やってると言ってましたね。
まあ、実はこの足の治療というのは足だけじゃなくてそのまま心臓とかですね、脳の他の動脈硬化の病気にも応用できるわけですね。まあ、実際この我々が10年ほど前、まあ、世界に先駆けてこの骨髄細胞を使った足の血管再生治療を始めましたけど、その後引き継いでやっぱり心臓とかですね、脳の治療にも今使われ始めてきてます。さらにじゃあこう可能性が広がっていく感じなんですね。そうですね、骨髄細胞に関して言えば血管だけじゃなくて今そこから骨を軟骨を作るとか肝臓の細胞を作るとかですね、そんな治療も今行われてますね。医療の世界で注目される再生医療、この後は神代病院で実際に行われている治療と最先端の研究に迫ります。信州大学が世界に先駆けて導入した血管再生治療、どのように行われるのでしょうか。実際の治療を見てみましょう。治療を受けるのは難病の一つバージャー病の患者。手の血管が詰まり指先に潰瘍ができてしまいました。治療は全身麻酔をかけて行われます。この血管、もう細い血管が手の血流を養っているんですけども、もう人差し指の症状が一番強いんですけども、人差し指にもうほぼ細い血管いってないように見えると思うんですね。こっちは中指とか薬指なんですけども、こっちは血流がいっていて、でこっちは血流いってないですね。でこの患者さんはまあ特に人差し指 の症状が一番強くて、まあ、皮膚の先、まあ、指の先端が壊死というか、いう状態になっています。まず患者の腰に注射器を刺し骨髄液を採取します。骨髄液の中には血管になる能力を持つ幹細胞があることが研究の結果分かったのです。血管再生治療は循環器内科の医師と血管外科医、輸血部のドクターなどが加わりチーム医療で行われます。必要となる骨髄液は500から600ミリリットル。その中から血管に生まれ変わる細胞を抽出するのです。大きな注射器でいきなりこう圧力をかけて抜くと、溶血といって血がちょっと壊れちゃうこともあったりしますので、小さいので少しずつ抜いていきます。まあ、一見すると本当に血液、ただの血液と同じなんですけれども、まあ、骨髄の中から抜きますので、その単核球というのが豊富に入っていますので、実際虚血にいいと言われる細胞ですね、たくさん取れます。そういった面で採取した骨髄液は細胞を分離する装置にかけられます。これは骨髄を濃縮して、幹細胞の多い細胞成分を分離する、そういう工程ですね。ですから 600cc 余りの骨髄採取から 30cc 余りの濃縮した、成分の、骨髄液に処理します。成分を分離する装置を使って幹細胞が多く含んだ単核球という細胞だけを集めます。幹細胞が体内に戻ると血管として再生するのです。およそ600ミリリットルの骨髄液から30ミリリットルの単核球成分が抽出されます。そして手術室に運ばれ血管を再生したい場所に注射します。注射を行うのが血管外科の専門医です。治療にかかる時間はおよそ3時間から4時間、多くの場合1週間程度で治療の効果が認められます。これまでの治療の効果、また実績はいかがですか。
この血管再生医療というですね方法に関しては、まあ、全国いろんな施設でやってますけども、まあ、そういった施設が集まっていろいろ集計を出してます。治療効果に関してはその原因の疾患によってちょっと違うんですけども、動脈硬化が原因の閉塞性動脈硬化症の場合にはですね大体治療効果は7割ぐらいと言われてます。またバージャー病というですね、これは若い人に多い血管炎という炎症の病気で血の巡りが悪くなりますけども、このバージャー病の場合には大体9割ぐらいの方に治療効果があると言われてます。かなり高い確率ですね。そうですね、バージャー病に関しては今はもう外科的なバイパス手術は原則やらない、むしろこの血管再生治療がですね第一選択肢になってきてますね。じゃあこちらで基礎研究をやってますけれども、今医療の世界で注目される再生医療、信州大学でも最先端の研究が続いています。iPSを使った研究をやってます。こちらではどのようなことを行っているんですか？ここでは人の iPS 細胞から心臓の細胞を分化させて心臓病を治そうという、そのため の基礎研究を行ってます。心臓を作ってる。そうですね、ということですか？心筋梗塞とか、そういった心臓病になりますと心臓の筋肉がなくなってしまいますので、はい、それを iPS 細胞から作ろうという、そういった治療ですね。の活用が期待される細胞には、信州大学ですでに導入されている骨髄細胞などにある体性幹細胞、受精卵から作りさまざまな細胞になる能力を持つ ES 細胞、そして京都大学の山中教授らが開発した皮膚などをもとに作成する iPS 細胞があります。これは今何をされてるんですか？これはですね、猿の皮膚の細胞を取ってきて、そこから今 iPS 細胞という幹細胞を作っているところです。で、そしてその iPS 細胞を作ってどうされるんですか？その iPS 細胞を作ってからですね、猿の心筋細胞を作りまして、実際に猿の心筋梗塞の動物、発症した動物に移植するような実験を計画しています。でそれに成功すると、じゃあ将来的には人間にも？そうですね、猿でうまくいけば次は人間ということを目指しております。どうですか現状は？まだ猿の実験が今始まった段階ですので何とも言いませんけれども、できるだけ早く人間に応用して、社会に貢献しようというふうに頑張っています。研究が進められている細胞が治療に導入される見通しはどうなのでしょうか？使う細胞にはいくつか種類があります。非常に有名なのは山中先生が今回発見された iPS 細胞ですね。もう一気に有名になりましたよね。そうですね、はい、それと非常に近いので ES 細胞っていう細胞もあります。これは受精卵から作るいろんな組織に分化する細胞ですけども、その2つ iPS と ES 細胞というのが非常に有名で、将来性があります。この両方の細胞は、心臓に変わったり神経に変わったり骨に変わったりいろんな細胞に変わります。しかしちょっとまだいろんなですね問題点がありまして、ここおそらく数年から10年以上ちょっとまだ臨床にはですねすぐに持っていけないところがあります。そこで信州大学では体性幹細胞を使った新たな再生医療の導入を目指しています。導入が予定されている新たな再生医療というのはどのようなものなんですか？私ども骨髄から幹細胞、幹の細胞というのを取ってきて、この血管再生治療というのを始めてきたわけですけれども、治療効果はある反面いろいろな難しい問題が分かってまいりました。その、一つはですねやはり患者さんは高齢者が多いんですね。で骨髄細胞を取るためには全身麻酔をするということで、それが一つやはり高齢者にとってみれば非常に負担だということですね。さらに高齢者の方は骨髄細胞を取ろうと思ってもなかなか数百 C 取れない、骨髄細胞が少なくなってましてですね、ということで治療の効果が十分得られないっていう場合も
あることには、まあ、分かってまいりました。まあ、そこで以前からその使う細胞をですね、もっと違ういい細胞がないかということで研究してまいりました。まあ、そこで分かってきたことはですね、実はその皮下脂肪、我々の皮下脂肪もですね、骨髄細胞と同じぐらい、またそれ以上にですね、いろんな細胞に変わる幹細胞、幹の細胞があることが分かってまいりました。じゃあその皮下脂肪をちょっと取ってそこから作れるってことですか？そうですね、あの皮下脂肪を取ってきて、まあ、骨髄細胞と同じようにですね、試験管の中でここに培養しますと、これもまた神経に変わったり、血管に変わったり、あとは、骨だとかですね、肝臓だとか、いろんな 細胞に分化できることがもう証明されてます。脂肪が骨とか血管になっちゃった？そうですね、あの特殊なですね、そういう刺激の栄養因子を加えることによって、はい、まあ、いろんな細胞に分化できることがもう分かってます。驚きですね。我々もやはりこういう再生能力ある細胞が骨髄とか、はい、これ皮下脂肪に残ってたっていう、蓄積されてたわけですね。人間の体って不思議ですね。そうですね。現在の血管再生治療は骨髄液を採取するために全身麻酔で行われるなど、患者の体に負担が大きいのも事実です。しかし皮下脂肪組織にも幹細胞があることが発見されました。皮下脂肪ならば比較的簡単に採取することができます。あの実際今我々は血管ですけども、日本においてはそれの細胞から肝臓の細胞、まあ、肝硬変という肝臓の重い病気の方に、それを使うとかですね、あとは尿道、膀胱尿道ってありますけど、はい、尿道を再生させるという治療も始まってます。尿道になるんですか？そうなんですね、尿道に植えると、はい、例えば膀胱がんともなって尿道後にいろいろ障害が起きた場合に失禁を起こすんですけど、その尿道にこの脂肪幹細胞を入れて尿道を作らせるというのはもう行われてますね。で治療効果も上がってます。まあ、さらにもっと行われているのはですね、乳房再建といって乳がんで手術した後乳房組織がなくなりますけど、まあ、そこに移植して乳房を作るという、まあ、これ非常に多くされてますね。じゃあもう体のかなり広い範囲をカバーできるってことですよね？そうですね、あの信州大学でも実はこの脂肪幹細胞を使った再生医療のですね、プロジェクトチームというのを作ってます。今後の再生医療というのはこの医療の分野でどのような役割を果たしていくんですか？まあ、あの再生医療に限らず、まあ、医療というのは診断や治療が非常に最近進歩してきました。で、まあ、そういってもなかなかですね、あの治療法がない難治性の疾患、まあ、あの簡単には治らない病気がいくつかありまして、そういうことに対してはその再生医療というのは非常にあの期待できる治療ですね。まあ、おそらく近い将来 ES 細胞とか iPS 細胞もですね、使えるようになってきますでしょうし、まあ、21世紀の医療ということで、まあ、我々も非常に期待しているところです。切断しなければならない患者の手足を救いたい、そんな思いから始まった池田教授を中心とする信州大学の再生医療。長年の研究をもとにすでに現実のものとして行われています。さらなる再生医療の開発のため研究が続きます。信州大学放送公開講座第3回は、聞こえる生活で豊かな人生を、人工内耳について紹介します。2月10日午後3時から。